7つの大罪と4を終わり7つの大罪は、キリスト教の正法教会、主にカトリック教会における用語。ラテン語や英語での意味は、7つの死に至る罪だが、罪そのものというより、人間を罪に導く、可能性があるとみなされてきた欲望や、感情のことを指すもので、日本のカトリック教会では7つの罪源と、訳している。7つの大罪は、4世紀のエジプトの修道士、 エヴァグリオス・ポンティコスの著作修行論に八つの人間一般の想念として現れたのが起源である。キリスト教の聖典である聖書の中で七つの罪源について直接に言及されてはいない。八つの想念は、エヴァグリオスによると、鈍色、陰闘、金銭欲、悲嘆怒り、アケエリア、虚栄心、傲慢である。それを5世紀の初めにが、 八つの主要な悪徳として、ラテン語世界へ伝えた。一覧の四番目と五番目が入れ替わり、順序が一鈍色、二陰刀、三金線欲、四怒り、五悲嘆、六怠惰、七巨栄、八高慢、となった。六世紀後半には、グレゴリウス一世がそのうちの高慢をすべての悪の根として別格扱いとし、一覧から外し、高慢から生まれる。 7つの主要な悪徳として、次のものを挙げた。1、巨栄、二嫉妬、3、怒り、4、悲嘆、5、欲、六腹の鈍色、7、陰闘、である。カッシアヌスの伝えた一覧の怠惰は、悲嘆に含めてまとめられ、新たに、嫉妬が加わった。順序は、巨栄が先頭に移動し、次に、嫉妬が加わり、鈍色、陰闘が、最初から最後に移動した。 グレゴリウスの一覧は、精神的なものが前に、身体的、物質的な悪徳が後ろに並んでいるのが特徴である。13世紀のトマス・ワクイナスも、その著作の中で、キリスト教徒の7つの水曜徳と対比する形で7つの数用枠を挙げている。1虚栄、二嫉と、3滞だ、4分度、5食欲、6色欲、7陰等となっており、 グレゴリウスが外した怠惰が悲嘆に変わって復活している。現代のカトリック教会のカテキズムでは7つの罪源についてヨハネス・カッシアヌスやグレゴリウス一世以来伝統的に罪の源とみなされてきたものとして言及されている。それは以下の7つである。7つの掲載順はカトリック教会のカテキズムのラテン語規範版と日本語版で一部異なるが、ここでは ラテン語規範版及び、カトリック教会のカテキズム要約日本語版に書かれている順番による。教会のカテキズム要約日本語版では、訳語が異なるものがあるが、ここではそれを内に付記する。中世のキリスト教の世界観が最もよく表されているダンテ・アリギエーリの序詞新曲煉獄編においても、煉獄さんの七つの冠において、死者がこの罪を清めることになっている。 1589年、ドイツのペーター・ビンスフェルトは、罪と悪魔の関係を記した著作を表したが、その中で、七つの大罪も、特定の悪魔との関連づけている。このような七つの大罪と悪魔との関連づけは、キリスト教の本質的な部分と無関係だが、通俗的なグリモワールにおいて引用されることとなった。七つの大罪と悪魔の関連を最初に表現したのは、 16世紀の版画家、ハンス・ブルクマヤーである。これには、悪魔がそれぞれ自分の名の記されたリボンを手にしている姿が描かれていた。また、中世には悪魔でなく動物の姿で表しているものも見られる。プルテンティウスのプシコマキアによれば、7つの大罪は、それぞれ次の美徳に対応しているという。2008年3月、ローマ教皇庁は、 今までの七つの大罪はやや個人主義的な側面があったため、これまでとは違う種類の滞在もあるということを信者たちに伝え、理解させるために、以下のように新しい七つの大罪を発表した。遺伝子改造などは、肺性幹細胞への牽制と見られる。マハトマガンディは1925年10月22日に、雑誌、ヤングインディアンにて、七つの社会的罪として、 次の7つを指摘した。7つの社会的罪は、インドのラージガードにあるガンディの慰霊碑の外壁にも、刻まれている。ありがとうございます。